テルはセル物語中に導入された新しいキャラクターの一人です。その後彼女はご飯と結婚し、娘の名前はパンになりました。しかしビーデルとパンの声を同じ声優が担当していることをご存知ですか？ビーデルとパンの声を担当するのは1980年代にデビューしたベテラン声優の皆口優子です。優子です。朗読劇カモの音第1話では、私は2つの役を演じています。2012年、皆口優子は留学のため長期休暇を取ったため、ビーデル役はドラゴンボール界の柿沼志乃が担当していた。さて、彼女はドラゴンボールアニメシリーズで声を担当したことに加えて、長年にわたって他の多くのキャラクターの声も演じてきました。その一部を見てみましょう。ごはんくん、あいつをやっつけて。うん。ドラゴンボールアズビーデル。お砂糖もう少し足さないとダメね。ビーデル何すんのよ、まだ調理中よ。ドラゴンボールアズパン。美少女戦士セーラームーンアズセーラーサターン。おじいちゃん、これは対外試合なんかじゃないわ。ひったくりの犯人を退治しただけ。やわらーず猪熊獣。私、お腹すいちゃった。お兄ちゃん、これはゾンビですか？アズユークリウッドヘルサイズ。知らない、あまり見たことないから。だからお兄ちゃんがそうなのかなって思ったの。綺麗だから。キャシャーンアズリンゴ。なんじゃ。いや、間違ってはないから。妖怪っぽいやつもいるよ。映画妖怪ウォッチシャドウサイド鬼王の復活アズネコ娘。私の特製ジャム、誠はまだ食べたことなかったわよね。うん、初めてだけど。あなたたちも食べない？カノンアズ水瀬明子。これ以上は戻れなくなる。カードキャプター桜アズ木の本なでしこ。男の子ならエース、彼がそう決めてた。ワンピースアズポートガスディルージュ。あら、どうしたの？お知り合い？まあそうなの。鬼滅のハーズレイ鬼舞辻無惨祭。ここではビデオゲームシリーズの声のキャラクターの一部を紹介します。連絡もしないでどこに行ってたの？心配したんだから。ファミコン探偵クラブ消えた後継者アズ立花あゆみ。息を潜めて研ぎ澄ます。追い詰めるわ。逃げられないわよ。グランブルーファンタジージアズソーン。学ばせていただきます。新しい勉強ができました。デッドオアアライブロクアズ紅葉。ラブプラスアズ姉ヶ崎ねね。万物の根源たる支柱を司るエイデス、その大なる輝きを持って我らの脅威を退けたまえ。ピカ。英雄伝説アズクローゼリンツ。このエピソードはこれで全てです。彼女の重要な登場人物の一部を見逃していたら申し訳ありません。コメント欄で見逃した皆口優子のお気に入りのキャラクターをぜひ教えてください。彼女は間違いなく才能のある声優であり、将来的にはさらに多くのアニメキャラクターの声を担当することを期待しています。次のビデオでまたお会いしましょう。